ペンタピーツフェニシアゴジカは、アオイカもしくはアオギリカ、ゴジ家族に属する、熱帯アジア原産の多年層である。アオイカ、もしくはアオギリカ、ゴジ家族に分類され、同族の唯一種である。インド、東南アジアなどの熱帯アジア原産の多年層で、湿地や水田に生育する。草丈は50から200センチメートル程度。葉は、巨子があって、細長く、誤生する。 花は赤く、直径3センチメートルほどのものが、1から3個程度、溶液につく。開花の時期は、夏から秋にかけてで、昼頃開いて一日で落下する一日花であり、馬時花の名前の由来となった。果実は丸い果てで額に包まれ、直径1ミリメートルほどの種子を多数含む。原産地では、葉を茶の代用品として、果実や根を薬用として利用されている。 日本では平安時代にはすでに栽培されており、観賞用として、また古くは薬用としても用いられた。なお、ゴジカを名前に持つが、ゴジカとは別種の黄色い花を咲かせる金ゴジカが日本の南部にも自生する。ありがとうございます。